皆さんこんにちは。オランピア役の甲田裕子です。アントニア役の浜田理恵です。ジュリエッタ役の横山恵子です。私はスパランザーニ博士が作ってくださったお人形の役です。そういう役に比べたらとっても人間的で、ホフマンと純愛路線まっしぐら3幕に出てきますけれども、唯一人間らしい女性の、アントニアです。映像があってよかったです。もう見たままのでございますね。お人形、人間、高級娼婦の役でございます。横山恵子です。そこが見どころ。まずはね、この素晴らしい見た目からのキャスティング、ありがとうございます。お衣装、衣装がですね、もうちょっと初演の時の衣装だったもんですから、ちょっと幅を広くしていただきまして、もうちょっと広くしていただいたんですけど、もうとてもいい仕上がりでですね、編みタイツ、そして長いブーツ、そして高いヒール、そしてですね、まあ、ちょっとこの辺もちょっと見せながら、高級娼婦ですから、そういう雰囲気で、まずそれも見どころですけれども、全体的にね、オリンピアの衣装もそうですけど、もう黄色、赤、白、ね、それぞれのここはシンプルなんですけど、それぞれの、ね、こちらすごいですよね。みんな人形でしょ、周りも。みんな全員お人形なので、ダンサーさんも、ね、歌唱さんも皆さんなので、目がチカチカってするぐらい鮮やかな、おもちゃ箱ひっくり返したみたいな感じが、すっごい派手な幕に挟まれて、静かな私、それが引き立つんですよ、この白い光のような、純愛のね、物語があって、そしてそれにもかかわらず、また娼婦の世界でホフマンがですね、遊んでるって泣いてしまうという、そういうところも見どころだと思うんですよね。普通と言いますか、まあ最後純愛で終わるっていうのが多いかと思うんですけれども、それがちょっと逆になっているところも今回の見どころかと思いますので、ぜひお越しください。ホフマンもなかなかかっこいい青年ですね。そうです、よかった、こういう人でと思ったね。やっぱり違いますよね。それも違うでしょう。やっぱり物腰も柔らかく、だってもしあの人が荒っぽいこうゴツってした人が来たら、とてもじゃないけど純愛なんかやってられないでしょ。ボランティアだって聞きたくないとかはないんですか。中は手だけ、手だけ、いや私中に やろうとした、本当、はい、あで結構できます。生中がちょっとそれを見てのお楽しみなんですけど、そう、高級娼婦なんで、ちょっとそういうね、絡みの絡み、はい、お楽しみ。はい、私も手だけです、お人形だから、ほらだいぶほらね、スカート大きいから上に降りないじゃないですか。そうそう、なんか僕たち遠いねとか遠いね、うん、ね、そうですね、そう、楽しいです。すごい楽しいです。そうですね、どこの部分にもなんか聞きやすいメロディーがたくさん出てくるので、あ、ここを好きとか、ここは楽しい、これを覚えて帰ったとか、あ、これ知ってる、いろんな楽しい見どころ、聞きどころがあると思います。で、今回はそのシャスランさんっていうフランス人の方が、もちろんネイティブで言葉が分かられるので、もう作り方が、ね、すごい柔軟なんですよね。言葉にこう忠実だったら、いろんなことしても大丈夫っていう、すごくご相談のできる指揮者、こうしなさいっていうふうに強制されないので、とっても音楽的には作りやすいです。まあ、それ付け加えさせていただきますけど、やっぱり言葉のリズムを大事にしてくださるのでね、とても歌いやすいっていうことがあります。それからジュリエッタはですね、まあ、本当にいろんなところで合唱の曲にもなってるでしょうし、ホフマンの船歌という、まあ、有名なものがありますので、それがまず聞きどころで、あ、聞いたことがあるっていうふうに思っていただけると思うので聞いていただきたいと思います。それでは皆様、新国立劇場のホフマン物語にぜひお越しください。